滝沢氏の戸辺、平和神宮寺も合流。濃厚で NHK は密着。ジャニーズ支配崩れる。7月2日に滝沢秀明氏の新事務所、戸べへの合流を発表した元 V6 の三宅健が4日に放送された NHK ニュースおはよう日本に VTR 出演。早々に NHK に取り上げられたことに加え、7月7日の生配信では、元キング プリンスの平野の仕様と神宮寺優太の合流が発表されるのではと見られており、ト米の注目度が急上昇している。4日の NHK ニュースおはよう日本では、三宅がインタビューで今後の活動について、ここから先もアイドル度を極めたいなどと思いを明かし、アイドルを続けることを強調。その上で、新しい環境でこれまでのアイドル像をアップデートするためにも、アイドル×に挑んでいきたい。例えば、 アイドル×カルチャーだとか、もともとアートが好きなので、アイドル×アートだとか、アイドル×日本文化だとか、そういうことを挑戦していきたいなと思っていますなどと語った。5月2日をもってジャニーズ事務所を退所した三宅が早々に NHK に登場したというだけでも異例だが、さらに視聴者を驚かせたのは、今月2日にト米イの合流を発表した YouTube の生配信の裏側がちらりと映り、 現場に NHK のカメラが入って密着取材していたと見られると分かったことだ。6月に、週刊女性、主婦と生活者が NHK のドキュメンタリー番組がトベに密着しているなどと報じていたが、その情報の信憑性が一気に高まったと言えそうだ。当初、トベはジャニーズ事務所への損度によってテレビ各局が敬遠し、しばらくは地上波などのマスメディアにおける活動が難しいと見られていたが、 今回の三宅のインタビュー放送によって NHK は出演に問題なしという立場を明確にしたと言える。これに習って民放各局が戸部所属タレントの起用にゴーサインを出す可能性もありそうだ。ジャニーズ退所後も活動の制限がないとなれば、戸部に退所組がさらに集まってくるかもしれない。戸部は三宅の合流発表の際に TOBE Continued 01というハッシュタグを使用していたが、 7月7日19時から予定されている生配信では、TOBE Continued 02というハッシュタグが使用されており、第2弾の発表になると見られている。三宅に続く新たなジャニーズ対処組の合流と考えられており、中でも有力視されているのは、5月22日をもって対処した元キングプリンスの平野と神宮寺だ。というのも、前回の生配信の告知画像には椅子が一つだけ映されていたが、 今回は二つの椅子が置かれているのだ。このところ週刊誌が平野と神宮寺の飛べ合流を盛んに報じていたが、4日付の週刊女性プライムはこの7日の生配信について、平野さんと神宮寺さんの合流が正式発表されるそうですとしており、平野神宮寺のゴール説が一層注目されている。また、今回の7日の発表は別としても、ジャニーズジュニアユニット、 インパクトアーズの元メンバーたちのトベ合流も噂されている。彼らは5月25日にメンバー7人全員でジャニーズ事務所を退所したが、6月にインプ IMP というロゴが商標出願されていることが明らかになっており、出願人としてトベのファンクラブ担当者と同性同盟の人物が記載されていたため、かねてから合流が噂されていたインパクトアーズの新グループ名なのではないかと注目を集めている。ロゴは 愛が数字の7をアレンジしたような形になっており、だけがピンク色になっている。メンバーが7人いることや、インパクトアーズ時代のロゴは、オアゼの部分がピンク色だったことから、新グループのロゴである可能性が高いのではと見られているようだ。一部報道では、都内のスタジオで3曲の新曲を収録済みとの情報があり、インパクトアーズの元メンバーたちが飛べで動き出すとの期待も高まっている。の合流発表においては、 滝沢氏が一週間前にツイッターにケンタッキーフライドチキン製と見られるフライドチキンの画像をアップ。かつて滝沢氏は三宅と舞台で共演したことをきっかけに、KEN、滝、キケンタッキーというユニットを組んでいたことがあり、いわゆる、匂わせだったと見られている。ファンは今回も、匂わせがあるのではと考えており、滝沢氏が7日の生配信をツイッターで告知した際に、シャーシャーという謎のコメントを書き込んだことから、 ネット上では、シャアはベルシャ語で、王を意味する言葉だから元金プリ二人のことではなどと深読み合戦が展開されている。次に合流するのは元金プリ組か、インパクトアーズのメンバーたちか。7日にどんな発表があるのかは現在のところ不明だが、いずれにしてもジャニーズの画像を崩していきそうな袖の動きから目が離せない状況が続きそうだ。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、 ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。